皆さんこんにちは、なごみです。いかがお過ごしでしょうか。本日は鹿沼市へ向かって車を走らせております。先日訪問させていただいた暁商店さんの前を通過して、鹿沼までは約1時間といったところでしょうか。本日訪問させていただくお店はインスタで紹介されていたお店で、私の好きなパンと甘いもの、お肉まで全て食べられてしまう、まあわがままを全て受け入れてくれるお店となっております。そんなお店なのでやはり人気らしく、ぜひオープン前には到着したいところですが、ナビの到着時間はすでにオープン時間を過ぎております。そういえばこの交差点の角にあるお店は先日テレビに出たようですね。たまたま仕事の都合で通過した際に見かけたら、めっちゃお客さんが並んでました。今日は天気が良く、空気も澄んでいるせいか、時折日光の山々が見えます。上の方は雪がまだ残っているようで、非常に良い景色となっております。さて、そろそろ到着ですかね。やはりオープンには間に合いませんでした。勝也さんとの共同駐車場のようです。それにしても混んでますね。勝也さんも人気チェーン店ですからね。到着です。本日お邪魔させていただいたお店はこちら、マリパンタさんとなります。場所はこちらの通り沿いとなります。交差点の角にあるお店のため非常に分かりやすいと思いますが、宇都宮エリアにお住まいの方の方が馴染みがあるかもしれません。やはり少し街になりました。まあこの駐車場を見ればなんとなくご理解いただけるでしょう。さて、そろそろ入れる時間になりましたので参りましょう。店内はかなり綺麗で、入り口では少量ではありますがパンの販売もしてますね。さすがにカウンター以外は満席です。ちょっとおしゃれな空間で、お客さんの割合はやはり女性の方が多いかもしれません。ではメニューを見ていきましょう。私のお目当ては AZ のランチですね。ランチタイムが17時までとはすごくありがたいのではないのでしょうか。どれも美味しそうです。目移りしますな。ランチメニューの他にもいろいろ美味しそうな料理がたくさんあります。もう少し近ければ何度も足を運びたいところですね。それにしても種類も様々ですね。
ちらは小鉢のメニューだそうです。お店の名前にちなんだパンダでしょうね。ちょっと顔が怖い気もしますが、卓上はこちら、多分オリーブオイルかと。店員さんはめっちゃ一生懸命な方でした。ちょっと不慣れなところもありましたが、一生懸命さは十分伝わりました。パンの説明もしてくれてありがたい。とはいえ全部覚えていませんが、めっちゃ美味しそうです。ただ量を食べたい方には少ないかもしれませんね。ハンバーグ、パン、小皿がついて私には十分ですね。最後までわからなかったのはこのキャラクターでは、ハンバーグを切断していきましょう。好みはあるでしょうけど、個人的には好きな感じ。ではいただいてまいりましょう。もちもちで美味しいですね。個人的にはパンはギュッとしたら小さくなるので、カロリーはゼロの食べ物ですね。これは美味しいハンバーグですね。ほぼママと言われてしまえばそれまでですが、この状態で出せる良いお肉ということですね。それにしてもどの料理も美味しいですね。これは人気なのもわかります。平日の11時オープンですでに満席になるお店もなかなかないですからね。女性店員さんもすごく人が良さそうだし、本当に良いお店だと思います。来店されているお客さんの注文もランチがほとんどですね。しかもスペシャルランチ、スペシャルランチはこの後にパンケーキかチーズケーキかを選択できるようですね。まあ私もスペシャルランチを注文してますが、完食です。前回に続いて本日もパンケーキ、たまりませんな、このビジュアル。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。もちろんパンは購入してまいりました。最後までわからなかったこの女の子は謎。チャンネル登録お願いします。